次、Can you keep the lock? ナンバー29ということで、クリア率 13.25% です。ロックをピックアップすればいいんですかね。頑張りましょうか。いきまーす。Can you pick the lock? シャンプー 29? Yeah! お、鍵があるね。パウがありまして、下にコインのロードが見える。P スイッチを押して、っていう感じかな。おぉ。で、鍵が2個ゲットできました。この扉は左に繋がってるのかな？繋がっていますね。2個ありまして、もう1個。ってわけではない。じゃ、この、あ、でもコインが、あ、そういうことですか。はいはいはい。なんとなくわかりまして、なんとなくわかりまして。これで P スイッチがあるけれども、コインの道がなければ、ここが通れないと。コインを落とさずに、パックンフラワーを倒せってことですね。わかりました。ジャンプしながらってことなんじゃない？要するにコインを落とさなければいいわけだから、でも落としちゃうよな。これ、あ、わかったわかった。扉に入って、で、右側、なるべく右側の方で蹴る。で、来たこれ。しかし、これで入って、で、そう、すぐ P スイッチを押した。これで P スイッチ押して、ダッシュで走って、で、こっち側に戻ると。これでゴールかな？めっちゃ簡単。あ、やったぜ。余裕の勝利。素晴らしいですね。ありがとうございます。ひらめきさえあれば、このステージはまあ余裕ですわな。ありがとうございます。イェイ。次。He came in like a wrecking champ. クリア率 3.93% です。かなり難しいステージっぽいですけど、頑張って一発クリア目指したいと思います。いきます。He came in like a wrecking champ.お、あー、強制移動ステージ、私の苦手なステージですね。海のステージと強制ステージは私大嫌いなんですけど、ま、という夢を見たわけなんですけれど、さあ頑張っていきましょうね。クッパ様いいんじゃん。うわ、やだな、これ。どう超えていくかだけど、近く、うわ、めっちゃ、ちょっとどうすればいいの？どあ、ぶねぶね。クッパ様の時に当たり判定ってないの？見かけ倒しじゃねえか、あのと、ツンツン。あ、これ、これ、キノコなかなか、ぶねひゃあ、まだ1個あった、よかった、あと1個あって、クッパ様が追いかけて、ちょっと何その肉棒がたくさん生えてんの？クッパ様ちょっと生えすぎじゃないですか？すごいっすね、そんな大きいものがたくさん生えていて。いや、ちょっと待って、壁と床の区別がつかないんです。こういう地味に難しい系やだな。上の方がいいかな。こういうのは大抵上の方が安全なんだよ。知ってる知ってる。怖い怖い怖いよ。やばいやばいやばいよ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 。で、壊していって。下行っちゃった。まずいっす。これまずいっす。あ、これクッパ様に先に行ってもらうっていうパッティーの方がいいんじゃないか。ねえ、怖い怖い。すっごい出てる、すっごい出てる、すっごい出てる。ね、なんじゃ真剣なのそれ。怖い怖い怖いよ。あー、キノコ取りたい。あのキノコは取りたい。あー、もうキノコに釣られた。釣られてでもこのキノコは取っておきたいよね。あっぶんな。あっぶ、神して、ちょどう動きが予測つかねえわ、これ。怖いわ。前に行ったり、後ろに行ったり。この位置が一番ベストだとは思う。うん、大丈夫。あの炎で床、足が消されるのすっげえきついわ。この炎すごすぎじゃないですかね。素材の加工に便利すぎるよ、ちょっと。日本にもそれ輸入してくれませんかね。お願いします。お、日本の技術力を高めるためにも一役貢献してくださいませんかね。怖いんですね、怖いんですね。キノコを取って、キノコを取っても意味がない。ちょっと待って、取ったばっかりなのに。その成長を妨げられるんだけど、親のこの成長を見守るのが親じゃないのか。せいオッケーで、あ、キノコじゃなかった。お前キノコに見えたわ。空飛ぶキノコに見えたわ。ちょっと待ってくれよ。絶対キノコに見えるってこれ。すげえ、希望を抱いちゃうよね。あっぶね。ああ、怖い。ドカンにドカン。君の心にドカン。いいぞ。さあ、お、中間地点、ナイス中間地点。まだクッパ様いいんだけど、お前どんだけしつこいんだよ。お前ちょっと勘弁してくださいよ。キノコに紛れんの、お前らは。で、これはちょっと、また地味に、難しそうなやつを入れてくるね。ちょい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 。そういうの好きよ。ちょ、クッパ様、はい、壊して、それは無理だってば。なんで振りかざしてんの、お前。ちょ、あっぶね。ああ、無理無理無理。それは絶対に無理だなやつです。クッパ様がいかに壁を壊してくれるかによって難易度が変わるゲーム。なんという鬼畜なゲーム。怖いぞ、これ。ステージが変わる。あ、フラワーあるぜ。あれは絶対に取る。取らなければ死んでしまう。ナイスー。これ右行った方がいいな。右行って。怖い怖い。どう追いかけてくるんだ、こいつ。こっち来るんだ。倒しちゃうっていうも手だぞ。ちょっと待って。もう無理だって、そのランダムな動き。なんだ、弾かれたー。
閉じ込められた私の運命もう終わり。ちょもう無理だって。それ見か、ちょ無理大丈夫、無理を可能にしようと思う。さあもうファイ効かねえのかよ。ナイスナイス、クッパ様いいぞ。クッパ様が俺を助けてくれた。うずいさん攻撃と同時に、さすが永遠の良きライバル。ひえやぶんね、倒す、倒したい。これ倒せば相当楽になるぞ。しかった、硬いからなこいつ。ああまたファイヤーが飛んでいる、ピョンピョンしてる。これ避けるの無理なやつだ。あああぶんね、ちょっと待って、死んでしまうけれど、ファイヤーを取りたい。ファイヤー取りたいけど無理だよね。無理。ああくそ、あれ取れれば最高だったんだけど、中間地点。うわああぶね、ああ楽し、ああもうなんで帰ってきたお前。あそっか、下が壊れたからか。今の難く、こっからだぞ、こっから倒しといて、でこいつが、あんまり近づきるとこうなるからね。ひーおい、よかった、あよかった。スクワット毎日しといて、暇の時にスクワットしといてよかった。ちょっと近づきすぎて、どの位置にいればいいか分かんないからな。いやーもうそんなん避けられないよ。やっぱ一番左の方にいた方がいいのか。ちょこの炎とあのクッパの、あゴールが見えた、ゴールが見えたけど、どうゴールすればいいのこれ。クッパ様の炎で床を壊してもらって下に行けってこと。いけるかあっ、ああああ ここから、あーおっしゃい、完璧。こういうランダム性が強いステージの鬼畜っていうのは相当大変ですね。でも頑張ってクリアできました、ありがとうございます。次、ヨッシーを緊急停止させろ、リューマロンちゃんさん許可済み。クリア率 12.23% です。私のヨッシーに一体何をしてくれてるんですかね。早速懲らしめに行きたいと思います。行きまーす。ヨッシーを緊急停止させろ。お、あれヨッシー、しばらく見ない間に随分可愛らしい形になってるじゃない。このハテナの中にヨッシーがいるのか、それとも下の3連星がヨッシーなのかな。これに当たるわけにはいかない。緑の悪魔からは逃れるぞ。ナイスピンポン。鍵がある。お、鍵どこ開けるところあったかな。どこの先にあるのかな。どこの先行ってみましょうか。早くヨッシーとご対面したいな。俺の愛すべきヨッシー、愛すべき、誰よりも俺はヨッシーのことを愛しているぞ。さあ入りましょう。お、コインがたくさんある。ヨッシーよりも大好きなお金があるよ。どっちの扉かって言われても、上の扉は入れないし下の扉しかないよね。入りますよ。これ多分パウとかがあるんじゃないかな。ヨッシーの世の字もねえんだけど、どこにいるのヨッシー。あ、上の方でなんか走ってる。あ、速い。え、もしかして早く。やっぱりね、スピードランというか、ヨッシーがなんか行動する前に俺が早く動かなきゃいけない系なんだろうね、きっと。わかりました。ふぅってしょけ、絶対当たるわけにはいかない。絶対当たらないぞ、こいつは。ヒッ、ナイス。さあ行きましょう。スピードで勝っていくぜ。このコインは一体何なんだろう。一応取っといた方がいいから、多分 B スイッチ押したらこれが壁になっちゃうんじゃないかな。だから全部取っといた方がいいような気がする。よいしょ。あー気づかなきゃよかった、気づかなければ実況的に美味しかったのに。まあいいや。でこれで開けて、あ爆弾、どっちが早いかってこと。負けるな。あ、なるほど、ほんのワンフレームも許されないよね、失敗は。ほっ、よし、このタイミングなら完璧じゃないか。頼む、間に合ってくれ。ファイヤーが来てる、ファイヤー来た。これでファイヤーをゲットし、の燃やし尽くしのさらばよし。ありがとう、お前を緊急全然停止していないんだけど。めっちゃ壁に左右運動してるけれど、まあ頑張ってね、お仕事ありがとうございました。でもヨッシーは俺のことを殺そうとしたって、そういうことなんですかね、あの行動は。だったら許せねえんだよ。痛い目見してやらないとな、あいつ。普段の恩を忘れやがって、俺のことを殺そうとしやがったって、あいつ。なんてやつが。鍵を手に入れて、もう一回入ったらね、死んじゃうところだな。よし、OK。これでゴールかな？おお、あ、まだゴールじゃない。めっちゃなんかすごいことだね。キノコとコインとフラワーの嵐。なんなのこれ、太っちゃうからやめて。こんなに栄養、カロリーオーバーになっちゃうから。これ他のと、さ、動画のとこ入れないの？なんか矢印書いてあるけど、他のところ入りたくなっちゃうよね。ハテナブロックもあるけど、あれなんだろう、スターかな。ちょっと開けてみましょうか。よっ、なんだ、ただのコインかよ。ヨッシー入ってるよ、そこは。さあ、ヨッシーは、ヨッシーと一緒にゴールしたいんだけれど、あ、ゴールできなかったわ。本当にヨッシーを緊急停止させるだけだったんだね。全然停止してなかったけど。最後に脇腹シェイプアップで頑張っていきました。ありがとうございます。次、クッパのケツから火がバージョン1。クリア率 45.74% です。クッパのお尻からはいろんなものが出てきますからね。遊んでいきましょう。いきまーす。クッパのケツから火がバージョン1。2作るつもりあるのかな。お、
コーラさんが反復横跳びしていますけれど、これ扉入ればいいのかな。入りまーす。で、入りましたら、おはぎ隠しをかぶって、横移動スイート行って、あ、花ちゃん、あー、花ちゃんがケツの中に、完全にアッビーズじゃん。あー、そこ星になってる。2匹のクッパ様のケツから、あー、アナビーズを入れると、ケツからは火が出るんですね。勉強になります。